内閣府特命担当大臣は日本の廃止された国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。少子化、男女共同さんが担当大臣と通称される。日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として少子化や男女共同を参画する行政を所管する国務大臣である。 内閣府にて行政を司る組織としては、男女とも同さんが会議があり、これを担当している。内閣府特命担当大臣や内閣府、特命担当大臣といった大臣が置かれていたが、内閣総理大臣の小泉純一郎の発案により、両大臣を共に廃止し、その代替として、内閣府特命担当大臣が置かれた。公認の首相の安倍晋三も、小泉の意向に従い、 内閣府特命担当大臣を置いていた。しかし、その後、内閣府特命担当大臣は一括して廃止され、その代替として、内閣府特命担当大臣や内閣府特命担当大臣が、再び設置された。次の首相の福田康夫は、内閣府特命担当大臣や内閣府特命担当大臣を統一することはしなかった。内閣府特命担当大臣のうち、 内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣の3大臣は内閣府設置法により筆致とされている。それに対して他の内閣府特命担当大臣は筆致とはされておらず担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。ありがとうございます。